今回の俺のあらすじ。何これ。今年もやってきてしまった7月24日スポーツの日。もちろんこの日、ユーソインチャはスポーツなんてやるわけなく、そしてある考えに至った。そうだ、広島行こう。展開が謎すぎるわ。そして俺の脳内に奴から直接声がかかる。思いを胸にかけて広島に言いよ来いよ。ぶっ飛ばすぞ。さらに広島から離れた岡山県の親父からお声がかかる。そのみでやりたいやつ、至急メールくれ。お前の脳の作りどうなってんだよ。そして広島と岡山に遠征することを決めたのであった。第3部、理解が追いつかない、本誌。永遠に西井口が生きる防空壕な阪神アシアからスタート。アシア君に切られてしまえ。てか最初の謎のあらすじは何だったんや。てか初手乗車伝参拝来てんぞ。早く天ヶ崎行ってくれ。あんま5700のランからええやろ。前が見えねえ。車体と座席の硬さに定評のある57参拝産地すち。遅くなりました。サイゼのパスタにされたい。ということでサイゼリアの懸念になるために面接行ってくるわ。あなたの特技は何ですか。ヘドバン不採用。3秒で不採用にされたわ。今度パスタウプ主送るから許せ。それで許されるほど人生甘くねえよ。20秒で神戸市営地下鉄。それまでの記憶を全て消去しやがったなクソが。またしても何も知らない霧雨マリサさん。座席硬い新型ちな神戸市営地下鉄のロゴのコレッケウン。うんかお物にされてまえ。不幸にも主排泄物となってしまう。そして無能弁護士の腹から抜け出してくるんだよな。ナイスブチ。うびゃコレッケシャッタバ。地下鉄は陰キャだからね、うつさんよ。新手のクソ俳句やめろ。びっくりやぜん。勝手にプレバト始めんな。続けてならん。ということで、神戸に到着。もしかしてお前酔ってるのか。未成年飲酒はやめましょう。ちげえよ、で酒貸しちゃう。チルノタンとキスしたら治るかも。黙れ。ちなみにどうでもいいけど、実は福山まで親同行。親の目の前で恥さらして恥ずかしくないの。しゃあねえだろ、親以外同行じゃいねえんだから。万年ぼっちの末路。そんな言うんやったら生徒らしば。はそうやないつ最近立ちもんの彼女作りやがったんや。殺す。精神科の予約入れとくね。やっぱ課金しか勝たん。実は警備船の人に脅迫されて課金したのはないしょ。うっばあいつそんなやつだったのか。さらに散財させようとするのか、あいつは。結論茶式ぶち切れ。ちな今回確保したのは指定席だから、一律広島向かえるわけ。ということでコメント返信やってきま、前回のクソ企画やった結果3人がコメント打ってくれたっぽい。まあですが、ハッシュタグで人集めるのクソほど面倒いので二度とやりません。二度とやりな。お湯できるぞ、あと北篠田移してやれ。なぜにキーナカの島と北篠田移ってないんだ。まあおそらくその2液は廃液になったか、廃液になったか、地流に爆破されたかなんかでしょう。しれっと自分も返信してるのくさ。待って、このシャバブリタッチコメント返信の欠点見つけた。スクショ切り抜くの手間かかる。圧倒的欠点。お誰だこんなクソ企画考えたや。とりま次のコメントいくか。うつ主殴られすぎてボッコボコやんけ。ブラウザバックしても耐えるのが癖になりました。ねえねえ、これをなんて言う。洗脳。大正解。司法に裁かれてしまえ。Repeat after me。 司法に裁かれてしまえ。オープニング変わってからの1回目の動画も茶番多すぎ。バカにしてるんですか。逆にそれ以外で何があんだよ。燃やしすぎ。その国岡山。多分今のコメ編で視聴者半分帰った。1分間の破壊力。うんかそまみれでやろ。痛い痛い。車両全部黄色や。マリサみたいなバナナだな。うんこロス。うんこロス。何兆かな。うんこで会話せんでいいから。これが本当のうんこ会話術。習得する人ゼロ人。俺前世紀の福山雅治にそっくりなんだけど。これ以上福山雅治の風浪被害拡大するのやめてもろて。てか、このでかい福山の看板はなんや。これはどうやら通過時でもどの駅かわかるように大きな看板を立ててるんだってよ。圧倒的地面で。わしこふうことで小屋とは晴れ日はワニハイマフ。安定のボコボコ主。そしてこの駅からなんかある人が参加するってよ。マリサを極限まで愛する男、ジャシダーマン、こいつかよ。ということで春日やってきました。誰がヒルナンデスで破壊したやつだ。ということでネタが滑ったところで三原に向かいましょう。おめえが春日だよ。知らんがな。出た山陽新幹線恒例陰キャ駅。そんな駅には松岡修造でも送りつけて明るくしてあげましょう。明るくなるどころか焼け落ちるわアホが。熱波で苦しめ。それだったらサウジアラビアに送ってほしいのですが。ナイスアラビアン。ちな上の文を訳すと、ヌデジュンヌドジュンベルミッキスモゲロンボヨになるんだよね。デウヨッウコヌミベキってか。あはははは。砂漠化して苦しめ。